終点の松山に着きます。お出口は右側1番乗り場の到着です。お乗り換え列車ご案内いたします。特急列車潮風22号岡山駅はこの列車が着きます同じホーム進行方向まっすぐ前側に進んでいただき改札口前1番乗り場から14時23分の列車です。特急列車潮風22号岡山駅はこの列車が着きます同じホーム進行方向まっすぐ前側に進んでいただき改札口前1番乗り場から14時23分の連絡です。また本日全車両岡山行き全車両岡山行きとなっております。境で高松方面ご利用のお客様は途中の宇多津途中の宇多津駅にて特急石内5にお乗り換えください。帰りましてこの先各駅に停まります。普通列車のガウンジ駅はホーム変わりまして階段またはエレベーターをご利用していただき3番乗り場から14時26分普通列車の川の中駅はホーム変わりまして階段またはエレベーターをご利用していただき3番乗り場から14時26分の連絡です。車内にお忘れ物落とし物なさいませんようご注意ください。まもなく松山駅手前進行待ちのため一度停車をいたします。恐れ入りますが橋まで今しばらくお待ちください。まもなく終点の松山に着きます。お出口は右側1番乗り場の到着です。繰り返しお乗り換え列車ご案内いたします。特急列車潮風22号岡山駅はこの列車が着きます同じホーム進行方向まっすぐ前側に進んでいただき改札口は1番乗り場から14時23分の連絡です。また本日全車両岡山駅全車両岡山駅となっております。境で高松方面ご利用のお客様は途中の宇多津駅にて特急石内号にお乗り換えください。代わりましてこの先各駅に停まります。普通列車の関越行きはホーム変わりまして階段またはエレベーターをご利用していただき3番乗り場から14時26分の連絡です。車内にお忘れ物落とし物なさいませんようご注意ください。今日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。まもなく終点の松山に着きます。お出口は右側です。開くドアにご注意ください。
電車の間は、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